DJI の Osmo Pocket 3めっちゃいい、もう手軽にね使えるカメラなんだけども、このケースってちょっと使いにくくないですか？こんなパツパツでしょ？で、そういう人のためにグランジから発売されてるこれ、ちょっと大きめのケース、これをねしばらく使わせてもらってて、でこのケース単体でも売ってるし、セットとしてもね売ってるんですよ。それをね今日は紹介して、どういうところがね俺がいいなと思ってるのか、でどういうところがちょっともったいないなと思うのかっていうのをシェアしていきたいと思います。このねウランジのこのバッグとそのキットなんですけど、どういうものかっていうと、まずこのバッグ単体、それからライトのキットっていうのもあるし、そしてあとこれがね結構便利なんですけど、拡張キットっていうもの、基本的にねこの3つっすね。この拡張キット単体、もしくは、このケースプラス拡張キットで、このライトもついたものっていう、販売の仕方になってます。 Anyways、 じゃあまずねこのケースを見せていきたいんですけど、サイズ感的にねこんな感じなんですね。一回りちょっと大きいぐらいかな。結構ね純正のと作りは似てるんですよ。純正のってここ部屋が分かれてるじゃないですか。で部屋が分かれてるから、例えばマイクを入れたりとかっていうのもできたんですけど、でもこのマイク入れてる時にさ、この電源ボタンが当たって電源入っててとかないですか？たまにあります、ね、あるでしょ。俺それでバッテリー切れてたこと何回かあったんですよ。もう結構パツパツじゃないですか。でもこっちに関してはねちょっとスペース的に余裕があるので、今のところはそんなことは起きてないです。ちなみにこのこう入れれるちっちゃい部屋が、こっちのねあの純正の方は2つなのに対して、こっちは3つで、真ん中にねでかいのが空いてるって感じですね。でこっち側にはちょっと狭い方、ここにはなんかこう例えば充電のケーブルとかね入れたりするといいかもしれないですね。それもね純正と構造的にはそんな変わんない。でこっちのでかい方に、オズモを入れられるっていう感じになってるんですよね。開くのもねこっちの方がねもうちょっと開くんで、取り出しやすいなっていう印象です、この純正のものよりも。で表の素材に関してはね、もう結構ほぼほぼ純正と変わらない感じですね。ちょっとこっちのが触った感じ柔らかいかなって感じなんですよ。で、このこう持ち手っていうか、そのループの部分ももうちょっと長いですね。あとはもうチャックの構造とかももうほぼほぼ同じ感じですね。こっちもどっちも止水ファスナーですね。なので、まあちょっとの雨でもね、濡れにくい。あとは DJI って書いてるか、ウランジって書いてるか。ほぼほぼ、そのまんま、一回り大きくしたような純正バッグじゃないっていうね、そういう構造になってます。じゃあ実際この Osmo Pocket 3をね、これに入れるとどれぐらい余裕があるか、まあ一番気になるところだと思うんですけど、ちょっと入れてみましょう、ね。ほら。結構余裕あるでしょ。それぐらいあったらいいですね。ね。これぐらいもう遊びがあるぐらい余裕があるんですよ。これぐらいあったらね、入れにくいっていうこともないと思うし、チャックが閉まりにくいでしょ、こっちって。なんでそんなギリギリに作ったんだろうっていう。もうちょっと伸ばしてくれればいいのにって思ってたけど、そのかゆいところにこう手が届いてる感じです。全然そのチャックが閉まりにくいとかっていうことはないですね。で、これはここの中に入れてるのがこの拡張キットを入れつつ、で、マイク、キットでね、コンボなので、マイクもね、ついてる人、持ってる人も多いと思うんですけど、俺はね、この電源入れる、勝手に入ってるっていうのは結構トラウマになってるんで、この拡張キットの、この中にね、このマイクを入れて、なるほどね、電源入らないようにして、で、ここの一番でかいところにね、普段は入れてます。で、あとはこのね、ビデオライトのキットも、キットで買った人はね、ついてくるんですけど、これを、まあ、この子とかにね、入れて、であとは、延長のバッテリーですねを入れて、そして、ミニ三脚、これも純正でついてくるやつね、これも入れて、あともう一個ちょっと延長できるやつあるじゃないですか、 USB-C がついてるやつ、ここ俺、ファルカムのね F38 を最初からつけてるんですけど、それもねここに入れて、ね、こんな感じでこう全部ここに綺麗にフィットするんですよ。純正みたいですね。でしょ。でこの状態で
普通に余裕持ってなんか閉まる感じなんですよね。この拡張キット、まずこれからねちょっと見せていきたいんですけど、これね結構よく考えられてるんですよ。ロックがサイドについてるんですね。でロック緩めて開けてもらうと。そしてねこれがちょうどねここにねもうぴったりなんですよ。こんな感じでねちょうどぴったりねここに合うような構造になってるんですね。でこの拡張キットね、これをつけた状態で画面をねその回して電源入れることも切ることももちろんできるんですよね。これのねいいなと思ったのがこのジョイスティックのところあるじゃないですか。これちょっと不安じゃないですか。なんか当たってこれ壊しそうな気がしますね。でそれをねいい感じにねこう守ってくれるそういう構造になってるんですよ。出っ張らない。この拡張キットのこれの方がね高いからここに当たりにくい。逆にこの触りづらいとかはないんですか。はないんですね。これねここいい感じにねこうへこんでるんですよ。ああなるほど。なので親指が入る。そうつけた状態でも全然普通に。特に問題ないとは思います。で、このレックボタン、ここが、この穴の中になってるから、これもこう間違ってこう押しちゃうっていうことはないかもしれないですね。押しやすい。はい。押しやすいとは言えないけど、でも押しにくいっていうことはないですね。で、あとはね、この特徴なんですけど、ここ。これね、マグネットでここ引っ付いてるんで、勝手に起きてくるってことはないんですけど、ここね起こしてもらえるとアクションカムとかの GoPro とかのマウントにつけられるんですよ。だから例えばカメラの上にコールドシューのアダプターのアクションカムに使われてるんですか。ああいうのつけてこういうふうにやっておいて自分がこうどう撮ってるかのこう、まあ、自撮りなのかどう撮ってるかを見せるみたいなそんな使い方もできるかなと思うんですよね。そしてこっち側ここにはねコールドシューのマウントがついてるんですよ。なので、例えば、まあ、こういう外部のね、ワイヤレスマイクとかを、つけようとすると、例えばこの、はい、こんな感じでね、ロードのワイヤレスプロなんですけど、これコールドシューの、ね、アダプターがついてるんで、だいたいワイヤレスマイクってね、ついてると思うんですけど、これにつけた状態で、そして USB-C につけてっていう使い方。ワイヤレスマイクつけるときって下に直接つけれるね DJI のやつとかだったらいいんですけど、そうじゃないやつってどこにマウントしようかなって結構迷いません。俺最初こう一緒に持ってたりとかしてたんですけどカチャカチャちょっとね当たって当たってねなんか接触不良になっちゃったりとか、なんかこうパネル触っちゃったりとかちょっとその辺の心配もあるんですけど、これだったらねいいかなと思います。それがね拡張キット。そしてこれは、ですね、ビデオライトなんですけど、ここまでのセット、そのケースとビデオライトと、それから拡張キットのセットでね、9097円です。今のウランジのオフィシャルサイトでの値段でね。そして、拡張アダプタープラスバックのセット。これで6598円なので、まあ、2500円ぐらい足せばこれがついてくるって感じですね。で、これがね、電源がもうこれめっちゃシンプルです。もうボタン1個しかなくて、でここが USB-C の充電なんですけど、ここであのケーブルでね充電するんですね。でボタン1個これ長押しで電源入れて押すたんびに明るさ切り替えっていうのこれだけです。色のケルビンをね変えることができたりとか、まあ細かい調整ができたりとか、そういうわけではないけど、なんかこうブログ撮りたいけどちょっと夜でちょっと明るさ足らないなっていう時とかあるじゃないですか、うん、そういう時にはねいいと思うんですよ。で今ちょうどねここのスタジオ、まあ、ここ遮光してるんで、ここのねキーライトを切ると結構暗くなるんですけど、それで実際どれぐらいの明るさねこれがあるかっていうのを見たいなと思います。これもね付け方なんですけど、ここロックの方があるじゃないですか、こっちにねこうカッチャンってね挟む、そんな構造なんですね。もうこれ専用みたいな、で横につくからいいですよね。だからこっち側にはマイクをつけた状態でもライトも一緒に使える、いいですよね。じゃあこれで実際どれぐらい明るさいけるのかちょっと気になるでしょ。
見てみましょう。さあ今オズモポケット3の ISO800 のマニュアルにしてます。で結構暗いと思うんですよね。でこれでつけてみましょうか、ライト。おお、眩しいな。だいぶ眩しいですよね。でこれが一番最強の状態で、もう一個暗く、こんな感じか。一番強い、弱い、中くらい。どうすか？まあ、こっちから見てる感じでは中くらいが良さそうな感じですけど。ちょっと強すぎるよね、これはね。一番強いのはやっぱ、その手の長さからすると、まあまあ。これがいいかもしれないね、意外とね。まあ、一つ欠点として言うなら、このライトの位置が、このレンズの位置よりもやっぱ下になるんで、特にこう自撮りで持った時に思ったのが、なんか下からライトを当ててるような、なんかちょっとこう、ホラー映画じゃないけど、そういう、できればね、俺少し上から当てたいんだけど、まあまあまあ、贅沢だよね、それは。うん、構造上しょうがないかな。だから、まあ、自撮りで撮るときには、ちょっと気持ち、なるべく離して、で、あんまりこう下から撮らないようにした方がいいかなと思いました。ちっちゃいケースにね、もうイライラしてる人、まあ、よかったらね、購入先のリンクからぜひチェックしてみてください。I hope you guys enjoy this video. And see you in the next one. Peace out!